こんにちはマセンです今回は近鉄グループホールディングスに就職活動中の大学4年の女子生徒と肉体関係を持った採用担当者を特定していこうという動画になります。はい、ということで、まあ、ありがちなパターンですよね。あの就活中の女子生徒に、まあ、あの、泣いてあげるよう。 じゃあちょっとホテル行こうか的なそんな話ですね。であの採用に影響があると思ってそれに乗った、まあ、女子生徒が、まあ、断りきれずに肉体関係を持ったというそういったあの流れもうちょっと細かく言うとあの酒飲みに行って酔ってでタクシーでラブホ行ってで、えー、断りきれずに 肉体関係を持ったったていう流れなんですけどそしてあのオチがあの、まあ、帰り際にいろいろ誘って「ごめんね」って LINE してその後この女子生徒は審査に落ちたっていうあのですね泣きっ面に鉢すぎじゃねっていう話なんだけど、うん、なんだろうね。 もっと言っていいんじゃねっていうか、逮捕事案じゃねって思って、うん、無理やりやられたら完全に強姦じゃん。強姦でいいんじゃねそしてあの、名前知ってるでしょその女子生徒。言えばいいじゃんってすごく思ってるんだけど、なんでですかねなんか示談金とかなってるんですかねまあそういったところはあると思うんですけど、うん、なんかね、うんまあ、汚ねえなぁとはすごい思いますね。あの 女の子の見方っていうわけでもないけれど、まあ、基本的に弱い立場じゃないですかあのここに入りたい,系で入りたいそこにいる人に好印象を与えたいっていう、まあ、そういった目論みがあったりするんだけど、まあ、どちらかというと弱い立場の方なってあの就活生の方が。 それにつけ込んでっていうのって、ものすごく汚えなってやり,やり口がっていうのがすごく思いますね。だから普通にあのやられた方が名前知ってるだろうから、普通にうん言えばいいんじゃねってすごい思います。なので、もしこの動画をこの女子生徒の方見ていらしたらあの連絡ください。<laughs> はい。あのまあ、ていうか、いろいろあると思うんですけど、別に名前を言うとかそういうのではなく、 あの連絡していただければまあると思うんですよ、まあ、そういった内容とかあのうまくあのお伝えできればあの今後こういった形で被害を遭われる方が少なくなってくると思うので、まあ、そういったあの二次的に防ぐということもあ,のあったらいいなと思って動画にしているのでよろしくお願いいたします。 また、あの、知っている情報、お持ちの方、Twitter、あ、you、ごめんなさい、YouTube の動画のコメント欄、また Twitter のダイレクトメール、また Yahoo メールで大丈夫ですので、お願いいたします。はい。ということで、今回は、近鉄グループホールディングスに、就職活動中の大学4年の10生徒と、被体関係を持った採用担当者を特定していこうという動画でした。それでは。 ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。